皆さんこんにちは、池田愛理です。さあ、前回もここシャープミュージアムを見学させていただいたんですが、本当にたくさんの展示があって、とても1話ではご紹介しきれませんでした。ということで、今回はこれは何だろう、面白そうという家電に焦点を当てて、いろいろと見させていただきたいと思います。さあ、今回も面白い家電をご紹介していただくのはシャープのこちらの方です。どうぞ。こんにちは。はい、シャープミュージアムの運営を担当しております藤原と申します。よろしくお願いします。藤原さん、今回もよろしくお願いします。こちらこそ。藤原さん、はい、前回はラジオやテレビの誕生の部分をご紹介いただいたんですけど、はいはい、今回はシャープの創業から現在までの間にこうデビューした面白い家電、はい、ご紹介していただけますか。はい、うん、実はシャープ今年の9月で創業111周年を迎えようとしています。111年。はい、めちゃくちゃ長い歴史があるんですね。いや、私も本当にシャープの製品愛用してて、アクオスだったりプラズマクラスターだったりヘルシオだったり、本当にいろんな製品ありますもんね。はい、ありがとうございます。池田さんや皆さんがご存知のように、はい、シャープにはいろんな製品があるんですけれども、はい、その製品たちの背景には、うん、実は歴代の研究者たち、あるいは開発者たちが、うん、試行錯誤の末生み出してきたものがたくさんあるんです、うん、なんかもう楽しみですね。今日はそのうちからいくつかをご紹介したいと思います。はい、池田さん、はい、まずこちらは何だと思われますか。うん、これはちっちゃいテレビですか。見えますよね。はい、実はテレビではなくて、テレビじゃないんですか。これテレビにしか見えないんですけど実はテレビの形をしたラジオなんです。ラジオですかこれ。なんでこんな形してるの。スーパーシネマラジオと言います。スーパーシネマラジオ。じゃあテレビは見られないんですねラジオの音だけ聞くことができます。あ、テレビの音でもなくて、もうしっかりラジオを聞くものなんですね。でもなんかこの画面のところになんか書いてますよね。お気づきですね。うん、まずこちらは当時のヒーロー、力道山の空手チョップです。あ、本当だ。戦ってるところが書いてある。そしてこちらは当時ジャイアンツの川上選手のバッティングシーンだそうです。ここにこんなものが書いてあるんですかこの頃1956年頃ですが、はい、まだまだテレビの放送が始まったばかりで、うん、当時のお給料の20ヶ月分というテレビは大変高いものでした。人々は、まあ、テレビに憧れを持っていた時代、そのためにせめて、テレビをお買い求めいただけないけれども、うん、雰囲気だけでも味わっていただこうというシャープスーパーシネマラジオ、真面目に作りました。なんかなかなかこの発想とか着眼点がめちゃくちゃ面白いですよね。確かにテレビ見てる気にならなくもないかなっていう感じはしますけど、実際これってどれぐらい売れたんですか。そう思いますよね。私もそう思って、当時を知る人に聞いてみました。すると、思ったより売れたという回答でした。あ、じゃあ、まあ、想定よりは好評だったってことですかね。そうですね。あ、あれ、あのソロバンと電卓が一緒になってるやつ。はい、これおばあちゃん家にありました。ありがとうございます。これなんで一緒になってるのかなって確かに当時思ってたんですよね。これもまた面白いですよね。はい、じゃあその謎を解明しましょうか。教えてください。これなんでなんですかこれ、はい、これはソロ版とカルキュレーター、電卓を組み合わせたソロカルと言います。ソロカル。はい、当時電卓が開発された黎明期で、人々はまだまだ電卓の計算の結果を信用していなかったそうなんです。そうなんですか。そこで電卓で計算した後に本当に合ってるのかどうかソロ版で検算して確認していたようですよ。逆なんですね。なんか今だとこうソロ版で計算したものが合ってるのかなって言って電卓で検算しますけど、はい、逆だったんですね。 そんな時代もあったんですね。池田さん、はい、こちらの電卓を使ってみていただけますでしょうか。触っちゃっていいんですか。どうぞ。お
ごい、すごい、喋ってる。イコール、え、すごい、電卓が喋ってる、はい、これは録音した音声ではなくて、はい、人が LSI で作った合成音なんです。そうなんですか、はい、合成音でお話をする世界初のおしゃべり電卓です。この頃からこのシャープの家電が喋ってたんですね、はい、そうなんです。でもなんでそんな発想になったんですかね、はい、実は創業者の早川徳次、覚えていらっしゃいますか、はい、幼くして両親を相次いで亡くしまして、うん、でいつもすごくお腹が空いていたんですね、うん、でも死にそうな声で泣いている時に、うん、誰よりも早くその声を聞きつけてくださったのが近所に住む目の不自由な方だったんです。でその方が住み込みの仕事を紹介に連れて行ってくださった、うん、そこで金属加工の技を覚えて今に至ったということで、そうだったんですね、はい、早川はなんとかその方にプレゼントをしたいと考えました、うん、そうだ、音を取る製品を作ったら目の不自由な方に便利なんじゃないかと考えて音を作るという研究を始めました。その感謝の気持ちからこの家電が喋るようになったんですね、はい、今もね空気清浄機とかヘルシオとかがちゃんと声を出してくれてこう寂しさも癒されるなと思ってたんですけど、そして優しい気持ちから始まったんですね、はい、愛をいただいてるんですね、ありがとうございます。はい、残念ながらこの1980年早川は亡くなってしまいましたが、うん、その後も後輩たちがその意思を受け継ぎまして、うん、音を作る研究をずっと続けて今の家電に至っています。受け継がれてるんですね、はい、愛理のお絵かきダイアリー。さあ今日ミュージアムの中でいろんな製品見させていただいた感想をちょっと書きたいと思います。こちらじゃん、シャープミュージアムはたくさんの驚きとワクワクに出会える場所です。